敵、とっととやっちゃおう。ダメ、敵は取るで。決めるわよ、ノーブルアクス。おお君、我が神を見てきらめく刻印よ、その輝きをもって敵を撃て。走れ空の聖塔。名もなき上昇への挑戦と。負けたら承知しないだから。さあ、決闘を始めよう。痛まえ！容赦はしない。逃がしはしない。クロスナンバーズ。金色の剣を切り裂け、ブルドガング。今だ。男ぶりが上がったかな。まだ高みを目指せるか。まだまだだ。どんどん成長しちゃうよ。よっしゃ、ええ感じや。悪い気はせん。
フィーナさん、サーラさんもありがとう。でもこういう取材っていうのはいつまで経っても慣れないな。そうね、映画なんかも出させてもらったけど緊張の種類が違うというか。でもおかげでいい記事になりそうです。首都に帰ったらすぐにでもまとめますね。あれ、皆さんはってノーリオちゃんにスウィンさん、うわぁ久しぶり。サルバットに来てたんだ。こちらこそ、その節はお世話になりました。そちらの方々は。
これは。
始めよっか。あら、いらっしゃい。ありがとうね。ありがとうね。ご注文は何でしょうか。ありがとうございました。見て、大きいお肉がぶら下がってる。どんな味がするのかな。相変わらず食い石が張ってるな。ラーちゃんが帰ってきたって感じだよね。誰かさんを思い出すわ。いや、何を買うんだい。また来てくれよな。さあ、何にする。ありがとうな。さあ、何にする。ありがとうな。遊びに行こうぜ。さあ、何にする。ありがとうな。おお、でっかいカジノ。ここでリーダーが大勝ちすれば。まあ元でもない以上一攫千金は期待できないだろうがね。行ってみただけです。はあ、さて情報屋と確かメダル景品の交換を承っております。ありがとうございました。コールだ。イカ様、お前さんが月に見放されただけだろう。袖口に忍ばせたカードに頼るようなせこい野郎に女神は微笑んだりしねえのさ。こんな雑な手品でジャックに勝とうなんて100年早いのよ。観念しなさい。あんたの負けよ。ま、これに懲りたら今後は無茶なギャンブルはやめとくんだな。それよりどうだい。どうせ火遊びするなら俺みたいないい男と。よっはっ。それじゃあ気をつけて帰ってね。お前は不良神父か。おいおい、どうしてこんなところに。久しぶりね、ケビンさん。で、一緒にいるのって。
ラッキータイムのし。お伺いしましょう。またお越しください。メダルありがとうございました。メダル景品の交換を受けたまわっております。ありがとうございました。ジュメイラ、スーちゃんと泊まれたら最高だっただろうな。今から二人で宿泊してもええで。ミラなら出したるし。結構だ、仕事中だしな。最上級ディナーを食べてスイートの夜景を楽しんで。はあ。いつかまた連れてきてやるから。さすがは噂のアルジュメイラホテル。まさしく至高の眺めじゃの。ん？お前さんたちも宿泊客かの？可愛らしい娘さんたちやの。水着には着替えんのかね？うん。今朝方首都から着いたばかりでの。一泊しようと思っておるんじゃ。運よくスイートの予約が取れての。思い立っての弾丸旅行じゃがな。宇宙計画の盛り上がりから外れた場所だからこそ見られる景色もありそうじゃからの。お前さんたちもそんな口じゃないかね。それじゃ、わしは失礼するぞい。よきかな、よきかな。なんだか寿命まで伸びそうじゃのう。